イーハトーボ、農学校の春、宮沢賢治。太陽マジックの歌は、もう、青空いっぱい、ひっきりなしに、ゴーゴー、ゴーゴー、なっています。私たちは、黄色の、実習服を着て、 崩れかかった、レンガの、声だめのとこへ、集まりました。途中、いつ、唇が青ざめて、ガタガタ、震えていた、安倍時代などが、今日はまるで、生き生きした顔色になって、ニカニカ、ニカニカ、笑っています。 本当に、安倍時代なら、冬の間、体が、悪かったのではなくて、シャツを、一枚しか、持っていなかったのです。それに背が高いので、教室でも、一番日に遠い、壊れた戸の隙間から、風の、ひゆうひゆう、入ってくる。 北東の炭だったのです。けれども今日はこんなに空が真っ青で見ているとまるでワクワクするよう枯れ草も桑林の黄色の足もまばゆいくらいです。おまけに太比小屋の裏の二切れの雲は 立派に光っていますし、それに近くの空ではひばりがまるで砂糖水のように震えて透き通った空気いっぱいやっているのです。もう誰だって胸中から黙々湧いてくる嬉しさに 笑い出さないで、いられるでしょうか。そうでなければ、無理に、口を横に大きくしたり、わざと、額をしかめたりして、それを、ごまかしているのです。ああ、綺麗だ。まるで、真っ赤な、花火のようだよ。それは、リシウムの、 公園でしょう。本当に、公園菩薩、太陽マジックの歌は、空にも、地面にも、力いっぱい、日光の、小さな小さなスミレや、大や、赤の、波と一緒に、一生懸命になっています。回路男爵だって、 早く上等の絹のフロックを着て明るいとこへ飛び出すがいいでしょう。柳の木の中でもカバの木でもまた枯れ草の地下茎でも月光色の甘い樹液がちらちら揺れだし早い 肝臓や爪草の目にはもう金色の小さなでんぷんの粒がつーつー浮いたり沈んだりしています。崩れかかったレンガの小だめの中にはビールのように泡が盛り上がっています。さあ順番に けに組み込もうそこらいっぱいこんなにひどく明るくてラジウムよりももっと激しくそして優しい光の波が一生懸命一生懸命震えているのに一体どんなものが汚くて。 どんなものが悪いのでしょうか。もう、どんどん泡が溢れ出してもいいのです。青空いっぱいになっている、あの、凛とした太陽マジックの歌をお聴きなさい。さあ、では、みんなで、こいつを、下台の 麦畑まで持っていこう。こっちの崖はあんまり急ですから、やっぱり女学校の裏を回って柳の木のあるとこの坂を降りていきましょう。大丈夫。二十分かかりません。なるべく背の似たような人と 二人で、一つずつ、担いでください。そうです。街の裏を通っていくのです。阿部くんは、一緒に行く人がない。それは、僕と一緒に行こう。ああ、鳴っている。鳴っている。そこら一面。鳴っている。太陽マジックの歌を、 ご覧なさい。眩しい山の雪の反射です。私が働きながら、また重いものを運びながら、手で水をすくうことも考えることのできないときは、そこから白光が氷のように私の 喉に寄せてきて、コクッと、私の、喉を鳴らし、すっかり治して、しまうのです。それに、今なら、僕たちの膝は、まるで、上等の、バネのようです。去年の、秋のように、あんな冷たい、風の中なら、 仕事も随分、ひどかったの、ですけれども、今なら、あんまり楽で、ただ少し、肩の、重苦しいのを、こらえるだけです。それだって、帰って、胸が、熱くなって、いい気持ちなくらいです。おお小まどり、 泣いてゆく、泣いてゆく、音符のように、飛んでゆきます。赤い、上着で、どこまで、今日は、かけていくの。いいね本当に、帰れ、小マ取り、アカシア作り、赤の上着に、野山を越えて、 そこの角から赤髪の子供が一人、こっちを覗いて笑っています。おい、大将、少々はちゃんとしまったかい筆記帳には組と名前を会書で書いてしまったの。さあ、春だ。 歌ったり走ったり、飛び上がったり、するがいい、風の、またサブロウだって、もう、ガラスのマントを、ひらひらさせ、大喜びで、髪を、ばちゃばちゃやりながら、野原を、飛んで歩きながら、春が来た、春が来たを、 歌っているよ。本当にもう、走ったり、歌ったり、飛び上がったりするがいい。僕たちは今、忙しいんだよ。砂土が、柔らかい、匂いの息を、吐いています。今まで休んでいた、虫だもが、ぼんやりと、今、 目を覚まし、静かに、息を、するらしいのです。麦は、つやつや、光っています。雪の下から、うまく溶けて出て、青い麦です。早く、走っていこう。掛けさえしたら、すぐに、麦は、吸い込むのだ。 私たちが、ひしで、声を、麦にかければ、水は、どうしてそんなに、まだ、力も、入れないうちに、水銀のように、青く光、り玉になって、麦の上に、飛び出すのでしょう。また、砂土が、 どうしてあんなに喉の乾いた子供の水を飲むように声を吸い込むのでしょう。もう本当にそうでなければならないから、それがただ一つの道だから、一人でどんどんそうなるのです。 今度は、帰りは、私たちは、近道をして、あの、急な坂を、登りましょう。あそこの坂なら、次の木が、昆布か、ビロードのようです。阿部君黙って、空を見ながら、歩いていて、一体、 何を、見ているのそうそう。青空の、あんな高いとこ、剣雲さえ、浮かびそうに、見えるとこを、サンバの鷹か、何かの鳥が、それとも、鶴か、スワンでしょうか。見股の槍の、このように、羽を伸ばして、 白く、光って飛んで、行きます。おや、この席の、去年の、小さな丸太の橋は、雪白水で、流れたな、体だけなら、すぐ飛べるんだが、声をけを、どうしような、阿部くん、まず、飛び越えてください。 うまい。少しぐちゃっと、苔に入ったけれども、まあいいね。それでは僕は、今こっちで、桶を吊るすから、そっちで、取ってくれたまえ。空を思い。僕は、機銃器の一種だよ。獣医。ほうう、天秤棒が、 一人でに、磁石のように、君の手へ、吸いついていった。太陽マジックなんだ。本当に、うまい。柳の木でも、カバの木でも、輪廊の樹液がいっぱい、脈を打っています。